はいどうも、伊藤 D です。今回伊藤 D のパズドラ実況第2章パート25、やっていきたいと思います。とうとうね、3連続投稿、3日連続投稿の最終日と、なりました。最後までね、皆さんお付き合いよろしくお願いします。今回はまず、男女に挑む前に進化からいきたいと思います。今回進化させるのはこちら、ミネルバ。ミネルバをまず進化させたいと思います。はい、素材もあります。いきます。よし、確かミネルバはこの次が究極進化もあるんですよね。はい、そうですね。まず ここで次に光属性を、光の副属性か闇の副属性どっちかをつけることができるんですよ、究極進化で。まあ自分の場合はもう決まってます決まってますけど、はい、ちょっとそれをね、今度、究極進化を見せたいなと思います。他はないかな。他はないですね。あ、サキバスができる。じゃあこれもちょっとやっておきます。はい、ただね、このモンスターは猛毒、スキルは猛毒ではなくてただの毒ですよね。猛毒が欲しいとこだけど、まあいいとして、今回、伊藤 D が挑むのは真ん中。いやすごいね、毎日イベントがあって。はい、勇者降臨、2人の勇者、こちらですね、地獄級やっていきたいと思います。まあもちろん、どんな相手が待ってるか全くちょっとね見当がつきませんが、まあそういうのもね、あえて見越しての今回、パーティーはまたねホルスを使いまして、はい、キリンちゃんパーティー、キリンちゃんパーティーでいきたいと思います。まあ、なん勝手なイメージだと勇者でしょ、勇者イコールなんか火っていうイメージがあるんですよね。だからちょっと水をね多めに、ちょっと多めに入れてみたみたいな、はい、そんな感じで今回は挑んでいきたいと思います。よし、勝負。最悪ね、まずボスまで行きたい、ボスまでは行きたい。お、いい配置だ、いきなり。さて、水を持ってるね。よし、まず1投目。よし、安定してもう消していくよ、安定して消していく。いいね。あっと、うわ、きつ、ちょっと待って、きついな普通に。これはこのターンはちょっと整地しよう。こういうパターンもあるのね。こっからどんどんもう1体ずつ倒していかないとダメだな。よし、さあ集中しろ、レイ。どうする、よし、こういってうまくいけ、いきます。やばい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 、あ、やばい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 、これはやばい。ちょっとね、いや残されてる手段はここで整地して、整地して次のターンで20倍して全員落とすぐらいの勢いじゃないと無理だな。もうやべえなー、やべえなー。とりあえずでもこれは4色あるね。あー、畜生、集中、いきます。さて、ここから視点、ここ視点の、あー待ってよ、ちゃうかな、むず、ちょっと難い、ちょっと難いよ。ここ視点にするか。あ、でも水が難しいか。こういって、あーちょっとむず、あ、あ、あ、うわ、え、あ、待って待ってよ、うわー、うわー、よし見えた、とりあえず見えた。よし、成功しろ成功しろ、いきます。
行ったろ。よし、よし、とりあえず20倍。とりあえず20倍。頼む。これで3体落ちれ、3体。よしよしよし、うまいうまいうまい。よし、オッケー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 。あぶねえ、あぶねえ。よし、こっからは、こっからこっちのターンだ。回復、まず回復。ここでスキルダメだ。いやーでも余計な攻撃したくない。攻撃はなるべく避けたい。よし、こんな感じで1ずつねダメージ与えちゃうけど、まあこんな感じでやっていくと、うわー今のしょっぱな、しょっぱなクライマックスだったな本当に。さてこれで、まあちょっとよ、よしよし、これで相棒を使って回復 して、あー落ちたかな、あ落ちちゃったねこれは。ふう、まあでもいいや、いい時間稼ぎができたでしょうこれは。次はおー、ナイト、ナイト系。ただここで4色は今の時点で揃ってない。なるべく多く消してダメージを与えたいね。よし、やばい、ちょっと待って、あーちょっと待って、全然ダメだ、全然ダメだった全然ダメだった。この次だな大事なの。おでも結構落ちるね。よしよし、いい。よし、ここは、ここは、1体しか攻撃してこない。4倍、闇込みの4倍でいくか。闇込みで4倍いこう。いきます。ここは配置は簡単だね。よし、OK。あー、落ちちゃったか。あ、あともう2つ？あと2つか。わあでもなんかここでやられそう。ちょっと待って、オロチは10、オロチ12ターンか。ちょっと待って、とりあえずとりあえず、あーでも水がない、水がないか。闇込み4倍、闇込みの4倍で様子見。闇込みで4倍消して、水も消えないね、水は消えない。おおうわーこれ1体1体の攻撃どれぐらいなんだろうな。ちょっと受けてみるか。とりあえず HP 満タンにして、できればなこれで20倍とか絡めばもっといいんだけど、まあそううまくいかないよな。4倍とりあえずもう1回打ちながらやってみるか。4倍ならできそう。いきます。あー難しいかな。1、2、よし、いきます。無理だね無理だね。1体が8000、1体が8000ってことは、このここでどっちかを、両端のどっちかをやらないと 無理だから、これはもうエキドナ使うしかないね。よし、エキドナ使うしかない。そしてこっからですね。あ、ここはでもそこまで配置は難しくはない。よし、いきます。うん、20倍でとりあえず1体ぐらい落とせないときついよ。あ、いけるね、いけるいけるいける、これはいける。よし、整地して、整地して、待てよ、闇込み4倍でもいいのか。いや整地だな、ここは整地した方がいい。よし、ここからいきます。おいえ、
あ、とりあえず4倍でしたね。うん、とりあえずここで1体を落とすと、待てよ、1、2、ここもいけそうだな、いけるな、よし、いきます。よし、これで20倍、とりあえず1体落ちた。OK、 全然あり。ボス行くぞ、ボス行く、マジで。いける、これはいける。いけなきゃやばい。ここも20倍いけそうだな。いきます。あー、足りない、そう、時間が足りない。8000、よし、さて次の攻撃まで2ターンある。ここでしたら、あ、防御耐性 使わなくてもいいかな。使うか、使おう。整地しよう。うん、さあ、これで、いやでもこれ20倍もいけるな。20倍したい。もう物は試しだ。動いてみよう。いきます。あっ、時間が足りない。いや、まあ、ここですよ、大事なのは。ここで20倍を決めれればかなり有利。ここ行ってこう行くしょ、こう行ってここまでいいんだよ。でここでどう動けばいいんだ。こう行ってこう、よし、いける気がする。いきます。あぶね、いった、あぶね。ちょっと今怖かった。よし、これはいっ、落とした。もう、この右側のやつも落とした。ああ、そっちも落ちた。おい、ああ、ちょっと待って。でもいいのか？うわ。何こいつら、知らねえ。けど、次攻撃来るな。まあ、とりあえず、20% 減らして、いけんの？怖え。あ、でも20倍できねえな、光がない。うわ、いい配置なんだけどな、これ。まあ、とりあえず、まあ、受けるしことしかもうできないんでね。あー、オロチも4ターン。きつ。いきます。光は消えないね。あ、5000。あ、でも毎ターンか。毎ターン5000。うわ、ちょっと待って、右側の攻撃が強そうだな。ちょっと待ってよ、あ、これは難しい。来ます、ちょっと待って、来ます。どうだ、あー、水がない、水がやばい。あー、失敗した、水。うわ、ちょっと、めっちゃ硬いやん、めっちゃ硬いじゃん、あっち。待って、この次でやばい、これ2体攻撃だ。うわー、やっちゃったな、これ。いやー、そう簡単にうまくいかねえな、絶対。絶対強え、もう1体の方耐えろ。あー、ダメか。あー。
うわ、ちょっとこれ途中またカットするけど、ここまでも俺行こっかな、もう一回。ちょっと待って、ちょっと皆さん、ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちください。やべやべ、しかした。ちょっと待って、ちゃいやいやいや、待て、ちゃそういうことじゃない、え、ちょっと待って、待って、これでもったいない、スタミナもったいねえな。いや、もう今のもうなんかやる気失せたわ。一回で落ちたらもうダメでしょう。はい、もうやめよう。勇者。いやでも、いけるね。次はなんかもういける気がする。要は、さっき20倍が一回も勇者のところで成功できてないんだよ。逆にあそこで成功したら、結構2回ぐらい連続で成功すれば、普通に、勝てる。あ、でも、5000何本抜かして1万9000合計で食らったから、要は、あっちの攻撃が、1万5000ぐらいあるってことでしょ、右側が。あー、それをどうにかしないといけないな。まあいい、それもちょっと課題ですね。よし、わかった、そういうことだな。あっぜあっぜ。じゃあね、もう、まあ、今日ちょっと早いね。もうまた今日もちょっと早めですが、ガチャをやって終わりにしますか。いやまあいいとこまで、ボスまで行けたんで、まあダンジョンの方はいいものは見せれたかな。まあボス戦はもうダメだったけど、はい、よし。さて、じゃあレアガチャ引きたいと思います。先ほどね、午前中にニコ生で3回ほどガチャを引きまして、光じゃない神セレスだっけな、セレスってのをゲットしたんですけど、まあ見て、いや、みんな聞いてくださいよ。そう、ちょっとだけ脱線します。ニコ生でさっき瞬間最高ランキング2000ぐらいあったんですよ。放送中のね、ニコ生の放送の放送が、その放送の中で2000の中で5位に入りました。5位、マジで嬉しかったな俺。みんなのね、弾幕のねおかげで、俺のガチャのね、ガチャと弾幕の賜物ですよ。あれは5位ってマジでちょっとテンション上がった、っていう報告です。はい、皆さんもね、ぜひニコ生見に来てください。はい、適当にやったりしてるんでね、ぜひツイッターなどで、情報チェックして、皆さんぜひ見に来てください、ニコ生も。はい、よし、そんなこんなで、レアガチャ回していきたいと思います。狙うはね、もうさっき、もう3日連続言っております、バルキリーです。狙いは、ふぅ、じゃあ回していきます。よし、次につながるモンスター、を引け俺。あー、これはいいタイミング。あ、そしてまた、このね、この、3日間限定ともいえる、なんかこの変なイベント、オカルトを試そうのコーナーね、やっていきますよ今日も。今回はね、なんか結構ね、一人だけじゃなくて何人かの人が言っていたオカルト法がありました。それはですね、とにかくこのガチャドラゴンを褒めろと。とにかくこのガチャドラゴンを褒めたら金が出ますよってね、言っていました。いやもうね、でね、マジレスのねコメントもありますよ。いやお前もう回すの時にもう決まってるからってね。いやもちろん分かってますよ。もちろん分かってるけどね、そういうね、オカルトがねあってもいいじゃないですか。はい、今日はねちょっとこのねドラゴンを褒めたぎります。おい、お前。なんでお前はそんなに綺麗に黄色に輝いているんだい。羨ましいぞこの野郎。お前の瞳はつぶらなか。もうなんかすごいカラフルでなんか可愛いし、いつもお前は
なんか魔法石食っていい思いしてやがるぜ。今日は何いいもの出させてくれんの、こんなに褒めて。まだ足りない、まだ足りない、かっこいい、かっこいい、お前はまだかっ、お前はもうかっこいいわ。うん、羽欲しい、俺も羽欲しい、その尻尾も欲しい。うん、もうね、褒めるとこがありすぎて、爪とかもね、鋭い、いい感じで鋭いね。もうこれだけ褒めれば大丈夫でしょ。もうこれだけ褒めればもう大丈夫だと思います。オカルト成功しましたね。あとは結果に、そのね、褒めた結果をね、出してくださいよ、ガチャドラゴンさん。あ、疲れた、ちょっと待って。あ、血圧下がった。血圧が下がる。よし、行きます。カモバルキリーゴールドエッグ、ゴールドエッグ。もう話にならんよね。話にならんわ。オカルトはね、もうね、オカルトですよ。ああ、3日間でも楽しかったな。うん、皆さんとね、3日連続でこう動画